キルギス人は、主に、キルギス共和国を中心として、中央アジアに分布する、トゥルク系民族。自称はクルグズ。キルギス共和国の約260万人のほか、周辺の旧ソビエト連邦諸国や中国の新疆、ウイグル自治区などにも、数十万人が住み、中国55少数民族の一つに数えられる。日本語で、一般的に用いられる、民族名キルギスは、 ロシア語による民族名税に由来する。これに対し、キルギス語による辞書はクルグズという。定政時代のロシア人はカザフ人のことを誤ってキルギスと呼んでいたため、本来のキルギスはカラキルギスと呼ばれていた。ソ連時代にキルギスと多少されるようになり、対外的にはキルギスと表記された。1990年にキルギス共和国が 主権宣言をした後、キルギス語に準じたキルゴスの表記が国際的に使われるようになる。日本の学会でも、キルギスは多少あるいは五章であり、クルグーズと表記するのが正当とされている。なお、中国では、キルギスを恩赦した吉次吉国を、キルギス共和国のキルギスを指すのに用い、クルグーズを恩赦したカジカツツトムを、中国の少数民族としてのキルギスを指す。 民族名として使い分ける。四季などの古代中国の歴史書に名前が見られる天痕がキルギスの名で記録された最初の民族集団と考えられている。彼らは南シベリアのイエニセ川上流域で遊牧生活を行い、郷土に服属していた。その後、同じ地域にいた民族として記録されるちぎり骨もやはりキルギスの名を記録したものである。 当初彼らの風貌は背が高く白い肌を持ち青い目を持つと記されていた。これらのことからキルギス人の祖先はコーカソイドであると言われている。東大にはカツカツ国ココとして記録され、はじめ突結、後骸骨に服属していたが840年に決起して縁に成側から南下し骸骨を滅ぼした。しかし骸骨に代わって モンゴル高原を支配することはできず、その後も、キルギスの名を持つ集団は、エニセイ上流域に止まったようである。13世紀に、チンギスカンがモンゴル帝国を建てるとこれに服属した。現在のキルギス人は、天山山脈、パミール荒い方面に居住している人々を指す。この天山キルギスと古代にエニセイ川流域に、拡居した。 イエニセイ・キルギスとの間に関係性があるのかについて、これまでに様々な議論がなされてきた。その中で、エス・アブラムゾンはこの問題について3つの仮説があると指摘した。ペルンシュタモの説イエニセイ・キルギスが10世紀以上の年月イクハにもわたる民族移動を経て、天山地方に移住してきた。ビチューリン、ワリハノフ、アリストフ、マルグランの説キルギス人は、 古代からもともと、天山地方に住んでいた。ペトロフのセツイルティシュ側にいた、キマクキルギスあるいは東部キプチャクが、エニセイキルギスのアイデンティティを受け継いで、キルギスの名を冠し、天山地方に移住した。いずれにせよ、天山キルギスはこの後、モンゴル帝国の支配下で、モンゴル的要素を受け入れ、中央アジアへ進出後のカザフの外的要素、ウズベック。 タジクといった中央アジア的要素を受け継いで、現在のキルギス人形成に至る。中央アジアのキルギス人は、17世紀頃、近隣の民族の影響を受けて、イスラム教に改修したが、オイラとの建てたジュンガル帝国に服属した。ジュンガルの崩壊後は、最終的に、ロシア帝国の支配下に入る。エニセ川流域に残った。 キルギス人は、現在のハカス人などの祖先となったと考えられている。キルギス人が独立した民族として一つの自治体を作ったのは、ロシア革命後の1924年、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の管轄下で、カラキルギス自治州が置かれたことに始まる。その後、キルギス自治ソビエト社会主義共和国、キルギスソビエト社会主義共和国が、 ソ連の構成国としてであるが建てられた。1991年、ソ連が崩壊すると、キルギス人は、キルギスタン共和国を建国し、CIS に参加、国際連合にも加盟し、名実ともに独立を果たした。1993年には、現在のキルギス共和国に改称する。キルギス人のユルトモンゴロイドを基本として、若干高カソイドの特徴もある。 キルギス人であるが、Y 染色体ハプログループはコーカソイド由来の R1A が63.5%の高頻度で見られる。中国国内北西部のキルギス族の Y 染色体、遺伝子調査によると、ハプログループ R1A が48.13%、ハプログループ C2 が26.56%、ハプログループ J が7.47%などとなっている。ありがとうございます。